はい、こんにちは。インプロバイダーの薄井康弘です。昨日4月9日、10時30分に、チーブ国際空港を出て、ハンブルクに、来ています。藤井聡子さん、田村夏樹さん、ボストンの、パーカッションの増子貴明さんと、ハンブルク在住の、水木さんという方との、ユニットで、ツアーをするために来ています。昨日はですね、10時半に中部国際空港出たんですけども、空港でちょっと両替した時は、ユーロ 131.86 円でしたね。はい、これはヘルシンキ経由で、今回来たんですけども、ヘルシンキ空港に、到着する直前の、ですね、ロシア方面を回ってヘルシンキに来たんですけども、大体ずっとこういう、感じですごく綺麗でしたね。あと、フィンランドエアっていうのに乗ったんですけども、飛行機の中から、ビザカードを使えば、メールができます、でちょっと試したんですが、もちろん英語のみなんですけども、なかなか緊急の時にはちょっと便利かなという感じです。SMS か E メールかどっちもできますので、特に緊急時はいいんじゃないかなと思いましたね。ですけど、送る方も、受信する方も1回につき US ダラで2ドルかかりますので緊急以外の時はちょっと高いかなって感じです。あとヘルシンキ空港は、Wi-Fi 環境が非常に充実してまして、大体どこのゲートですね、この辺りはできるということですね。21以降っていうのでした、こういう感じですね。であとは帰りなんですけども、去年から始まった、試みみたいで、パスポートの IC チップを読み込んで、イミグレーションをこう自動的に、やるというシステムができてるみたいで、これ帰りに試そうかなと思ってます。なぜかちょっと行きはできなかったみたいです。 あとは電源が非常に充実してまして、待合室とか、ゲートのすぐ近くとかは、電源がたくさんあるの で便利ですね。これは、ハンブルク空港に着いたところです。でこれ街並みですね。ハンブルクの街並みです。空港まで、車で迎えに来てもらって、そこから止めて、宿泊するところまでの風景です。非常に、古い建物が多く残ってて、高層ビルとかなくて、なかなかいい、風景でした。情緒のある感じですね。これは宿泊しているところの、入り口までの階段です。こちらも古い建物です。非常に快適でした。で朝食ですね。今日朝取った朝食です。やはり、パンと、をたくさん食べて、食べさせてもらいました。あとは果物とかフルーツが食べれるので、非常に、私的には非常に幸せな朝食でしたね。今日ですね。今日からは、今日の、これチラシです。現地の今日は教会でやります。で、明日は移動して、あさって13日にこうジャパンジャズフェスティバルという、これ藤井聡子さんがオーガナイズをしている、フェスティバルで、出ます。あと16日は、これはケルンの日本文化会館というので、も演奏して、これが最終日になって、翌17日に出発して、丸1日移動日で、18の朝に、名古屋に帰るというスケジュールです。ドイツ近郊の、いる方もしいたら、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。